一つ。ロンドンを拠点に世界で活躍する宮崎県出身のデザイナー鳥丸群幸。匠の蔵。成功されるその過程の中で、あれが転機だったなっていうようなところって何かございますか？ポートフォリオを持っていろんな工場、デザイン縫製工場なんか歩いたんですよ。でもデザインがアバンギャルドすぎるとか、みんな拒否されたんですね。もうやめようかなと思ってる時に、ハービー・ニクロスの社長さんが、うちはハービー・ニクロスのイメージを変えるために君を探してたんだって言ってくれたんですよ。君を探してたんだって言うんですよ。老舗デパートハーベイ&ニコルズにブティックを出店。35歳だった。まあ、1年でハービー・ニコルスから独立するわけなんですけれど、こうサポートされて、まあ、今の鳥丸群幸っていうのがあるわけですよ。今年神戸ファッション美術館でこれまでの作品を集め個展を開いた。各国に残されていたドレスに加え、古い資料を紐解いて当時のまま数十点の服を再現した。今の感覚で 見ながらやってると、若い時代のお仕事ですね、はい、変えたいと思うところはあるんですけれども、それを絶対絶対に変えないっていうね、神戸の展示会で一番苦しかったのは古いものを再現しなくちゃいけなかったということですね。でそれがあったためにもう本当に逆方向に向かってですね、新しいものっていうことを考えて毎日制作して作ってきています。ロンドンの風に吹かれ、俵さん一瞬浮かんだようです。美しさ生み出す人は美しく生き切る人と思うロンドン。